こんにちは、トーマです。新妖怪出現率大ということで、土曜日から予想通り来ました。で、何度も言うようにね、小太郎だけね、僕持ってないので、まあサクッといきましょう。確率アップしてるし、そんなかかんないでしょう。目標はまあ10万から15万、まあかかっても20万以内で引きたいっすね。行こう。まあ正直必要はないんだけどね、もうチョコリーナゲットしたし、小太郎使うかって言われたら使わないんだけど、まあ一応ね、まあ何が起こるか分かんないんで、まあコンプしときたいっていうのもあるしね。まあ S の確率アップはちょろいでしょう。3体いようとも、もうフィーバー街でも来ちゃわないね。今日喋ることないわ。今日喋ること、あ、もうすぐあれです。もうすぐっていうか明日か明後日ぐらい、多分ね、コマジローの着ぐるみが届きます。まあどうでもいいけど、どうでもいいけど、今までジバニャンとコマさんのなんていうの、二択しかなかったけどね。まあコマジロー届けば、まあこのループができるから。あんまないんだよね、大人用の着ぐるみ的なやつって。あとウサピョンがあったかな、確か。子供用だとね、結構冬ニャンとかさ、いろいろあるんだけど、さすがに子供サイズね、着るのもあれでしょ。さすがにそこまでやるとね、おかしな人だから。おっと、今4回ぐらい引いたよね。まあ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 、フィーバーが大事だからね。ちょっとね、こんなね、まあこんなねって言ったら小太郎に悪いんだけど、そんな必要ないのにね、そんなっていうか多分必要ないのにね、こうやってマネーを削られるのはね、ちょっと勘弁してほしいんだけどね。よし、ワンフィーバー、初フィーバーいきます。今回結構さ、あれじゃない、3体全部揃ってない人もね、多いと思うんでね、まあこのチャンスにみんなね、揃えてほしいんですが、ちょい、あーちょっとやばいなこれ。まあ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 、カッパ使えるから。なんかそれ前も言ったな、ね、今のなしで。あーちょっと待って、これ結構引けないな。そう、俺毎回言ってるけどさ、毎回言ってるけど、その S の確率アップの時って俺っていつもそうじゃん。俺の動画を見てる人は多分分かってくれると思うけど、もうなんかなかなかね、金が引けないんだよね、 S が確率アップしてる時って。でも実際金来るともう当たっちゃうっていうさ、たまにあるじゃん。なんかよく分からん S のやつがさ出てきて、前で言うとドジラだっけな、なんか出てきて確率アップしてて引くけど、3フィーバーぐらい結局金引けなくて一発目の金で出るっていうさ、これまたそれ。おし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 、いいよ、これで終われば全然勝ちでしょ。ワンフィーバー半ぐらい。小太郎、青いやつ、え、あ、ちょっと似てるけど、似てるっていうか色近いよこれ、今知ったわ。まあまあ近い近い近い、だってお兄ちゃんが出たから実際もう来るでしょ。はい、3フィーバー目、まだ1体も出ない確率アップしてるやつ。まあ他2体はいらないとはいえさ、とはいえよこれ、ちょっとこれで引けなかったらちょっとあれだな。よし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 、ちょっとせめて、まあもちろん小太郎以外いらないけど、確率アップしてるやつ、よし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 、これで3回目の金だね。今もうすぐ20万いっちゃうんで、そろそろ、あー、え、ちょ待って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 、5回目かな、金3回引いて全部出ないだと。あれ、え、違う違う、俺の中では草薙かよとか、うわ九段かよ、持ってるわ、そっちじゃねえんだよみたいなさ、そういうあれを練習してたんだけどさ、え、そういうのじゃないのこれ。え、でもやばくないこれ。はい、6回目のフィーバー来ました。え、今のところなんか全然確率アップしてるとき、してないときと変わんないんだが、ちょ待って、マジ全然オッケーオッケーオッケー、ちょせめてさ、せめていらないけど出てよ、確率アップしている小太郎、ほら。はい、7回目のフィーバー、え、ちょ待って待って、7回目のフィーバー、
今23万ぐらいか。7回目のフィーバーです。ちょ待って、なんで1体も出ないの。ちょそろそろ、え、ちょ待って、これやばいよ。っていうか確率アップしてない時の方がいいんだが、あの時まだ九段とか2体出たし、草薙も結局2体出たしね。はい、8回目のフィーバーで0です。ちょ待って、待って、本当に、なんでなんでなんでって問いかけてもしょうがないんだけど、頼むよ、金率も悪いよ。ちょこれやばいよ。ちょ待って、これやばくない？9回目のフィーバー、え、金4なんだわ。ちょっと動画のカット上どうなってるかわかんないけど、今確か金4です。半蔵半蔵スピーディーさきちゃん、え、ちょこれやばいよ。はい、10回目のフィーバー。え、ちょ待って、もうすぐさ、もう45万減って100回回すことになるんだが、え、なんでなんで、ちょ待って、これ無理だわ。はい、11回目。え、ちょ待って、これ何やってんの俺。なんでこんな小太郎にさあれしてんの。ちょ、さすがにスキップしないわ。安全地点か。あ、やっと来たよ。もう久々の金だよこれ。まあでもここで小太郎来ればまだ笑える。まだ、おお、危な。え、ちょ待って、これ、いや、いや来たからよかったけどさ、あとこれ初めての確率アップだよのキャラだよ。ちょ何回も同じこと言ってるかもしんないけど、これで九段がじゃあ2体3体、草薙もかぶっちゃって小太郎が引けなかったよだったら分かるんだけど、え、1体も引けなかったんだわ。で初めて引いたのが小太郎。いや、まあそこは持っててよかったわ。まあやっぱり俺はこんな感じだね、いつも。ちょっと今回はひどかったけど、まあもう能力見るまでもないか。はい、ってことでちょっとね、まあ僕がたまたまね、まあ確率なんでね、運悪かっただけかもしれませんが、かなり渋かったですね。結局もう100万ギリギリ切らなかったんで、40万ぐらいかな、40万ちょっと回したんで、もう90回ぐらい、もうすぐ100回行くとこでしたね。唯一小太郎だけ出ました。金が5回出ましたね。はい、ってことでね、ちょっとまあこの確率だと結構渋いですけど、まあ一応ね確率アップしてるみたいなので、この3体のうちね、どれか持ってないという方はぜひ引いてみてください。それではご視聴ありがとうございました。じゃあ。